進行方向右上に柵がございます。あちらが堂ヶ島の展望台で、昭和24年に帝名工房、そして29年11月には昭和天皇がご展望されております。左前方に見えております砂浜は六ヶ浜海岸でございます。第10代天皇の鈴木天皇の御代、この付近で天皇献上の大きな船を建造し、この浜から乗り出したという記録があり、六ヶ浜海岸と名付けられております。右側の島が八島でございます。島の中段をよくご覧ください。蛇の鱗、あるいは竜の形をした模様が出来上がっているところから、八島または池島と呼ばれております。この岩盤は白色境界岩でもろく、波や風の浸食によってできた天然の彫刻でございます。左側の島が比叡三条島で、昔海外があったとき、この島が比叡三条を持って売買されたという伝説の島でございます。このように堂ヶ島周辺の島々は伝説、あるいは島の形を持って名付けられております。出てまいりました海が鶴ヶ湾でございます。時折大きな波が来て、しぶきがかかることもございます。窓際のお客様は十分ご注意ください。左手に並んでおります海岸線、こちらが大幕海岸または大幕岩と呼んでおります。左続きの時、沖合からこの海岸を見ますと、中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところから、この名が付けられております。前方左側をご覧ください。洞窟が3つ並んで見えております。この洞窟を鷹の巣洞窟と呼んでおります。昔この辺りに鷹が住んでおり、この洞窟に巣を作っていたと言われております。左上には柵がございますが、一番左の建物が沢田公園露天風呂でございます。前方の港は西伊豆町西名港でございます。この港は以前鴨ヶ池という池でございましたが、人の手が加えられ、現在では漁港として栄えております。入ってまいります水道が川越水道、右側が川越島でございます。この島も以前陸続きであったものが、波の浸食で離れ島になっております。左側に見えておりますのが、天然記念物、天正堂の西口でございます。左側、奥深く続いております洞窟が、源の頼朝公が隠れ住んだという伝説のある鎌倉洞窟でございます。船はいよいよ、天正堂の中に入りました。この洞窟は、昭和10年8月、文部省により天然記念物に指定され、天窓のある洞窟であることから天窓洞と名付けられました。また太陽光を受けて青く輝くことから、青の洞窟とも呼ばれております。カメラをお持ちのお客様はどうぞご用意ください。西口からこちら側へと続いております。上をご覧ください。直径10メートルほどの天窓が立ち上げております。何回かの爆弾によって出来上がった天然の天窓です。洞窟の奥に見えておりますのが東口でございます。洞窟の中を通って波が見えます。